次はこの県に止まります。ご注意ください。次はこの県に止まります。ドアが閉まります。ご注意ください。
オレンジが左に上がり、リバウンドに乗り付けた。和線と支線、上野の後ろの汗方面から、来ました、ホームドン対ながら、一番の上で待ちください。原線を出ますと、次は高井田中央に止まります。本日は列車の到着に触れまして、ご迷惑をおかけいたしました。およそ4分遅れで到着します。ドアから手を離して待ちください。経由直通快速長行きです。各線を出ますと、高井田中央、JR 小橋 A 番、久宝寺、王子、東龍寺、大和小泉、大木屋間、終点7路線に停まります。次は高井田中央に停まります。次の市場瀬方面には参りませんので、ご注意ください。直通快速長行きに発車します。発車後電車出ますので、足元にお気をつけください。
JR 馬鹿市名門 JR 馬鹿市名門お出口が右側です。現在奈良線の踊り場です。
客様にお知らせ投入いたします。本日環状線2件列車とお客様が接触した影響により、環状線から大和路線へと参ります快速電車にも大幅な遅れが発生しております。京王線からは遅れております快速電車の後ろを走るため現在速度を落としております。この電車にも遅れが見込まれます。ご利用のお客様にはご迷惑をおかけしますことをお詫びいたします。警報時です。お電車は左側2番乗り場に着きます。大和路線天王寺方面の折り返えです。警報時を出ますと次は王子となります。折り返えのご案内です。バスは足元にお気をつけください。
乗り込みのご案内いたします。和歌山線高田五条方面現在和歌山行きは大分や割り橋県4番乗り場から鶴の間です。途中高田線万能ボロボ線経由奈良駅へ行きします。現在和歌山駅ご利用のお客様が乗り返しのバスからなっております。この状態で待っているのをご注意ください。4番線の電話コードの内容やエレベーターをご利用ください。本日はレストランの電話線ご利用いたしました。およそ6分くらいで到着します。どうか手を離してお待ちください。Thank you.
レンジの左側に道路から全部から下がっています。
次は終点奈良、終点奈良です。それでした今の山取り線が奈良線迷うこの線が降りたい。どうぞ、お願いします。